お疲れ様です。今回はテイクオフ特集ということで、2つ大きく分けると、波のピークを追いかけて、パドルでピークに向かっていって、引き返して乗るやつと、まあ波を待って、ピークのところに自分がポジショニングを取って、引き寄せて引き寄せて乗るっていうパターンがありますね。でどっちが楽かっていうと、この引き寄せテイクオフですね。こっちがかなり楽になります。ただこっちの場合は、知識。その自分がそのポイントのピークに行けるっていう知識が必要で、そういう地形とか、どこで割れるっていうのをちゃんと把握してないと、これは結構難しくなります。でまずピークを見つけて、その結構多いのが手前に行きがちですね。崩れてきてから行ってしまうっていうのも多くて、このタイミングが必要で、やっぱりこう、ロングボードは沖から行けるっていうのがあるので、沖からやっぱり漕いでいくっていう練習をするのがいいかなと思います。結構ロングボードでも手前に行ってて、手前から乗るっていうスタイルが多いんですけども、それはやっぱり地形を見れてないっていう証拠で、いや僕も結構ギリギリのラインを攻めて、このスープを被りながらテイクオフっていうのもあるんですけども、そんなに毎回あるわけではなく、ほとんどこういううねりから結構乗れてます。で、波、ピークを追いかけるっていうのは、こちらはもっと近いというと、ピークさえ見つければ、スタミナ、漕ぐ力ですよね。漕ぐ力とスタミナが必要で、このスタミナを漕ぐ、まあ例えばで言うと、20回ぐらい漕げるのであれば連続して、これは可能になります。ただ、その自分が見てきた人たちの中で、やっぱり10回も、漕ぐのはしんどいっていう人たちも多いので、まあどうするかっていうとやっぱり板の浮力を上げるとか、まあその本当にこの毎日毎日、毎週、毎月、一回でもいいんで、海行って波ないから入らないとかではなく、とりあえず海に入ってパドルをやってもらったら、すごいこのパドル力がついてきて、漕いでピークに行けるようになります。それはもう、あとは板の浮力さえ上げればかなり楽になってくるので、テイクオフを見れば、浮力を上げるほど、やっぱロングっていうのは浮力があるんで、まあ、イージーですよね。やっぱこう、沖から行くっていうメリットがあるんで、それを活用してですね、こう、手前でドシャーンって崩れていってしまうと、やっぱりスープライドになりがちなので、こういうピークの上から、落ちていくような感じで、降りていったら、漕ぐ量もですね、少なくいけると思います。でも今回見てほしいのは、やっぱり僕の目線、板の角度ですね。波が掘れてくれば掘れてくるほど角度を変えて、やっぱり突き刺さらないところにノーズを持っていくっていう、そこにちゃんと標準を合わせてですね、僕がいつも教えているノーズの先を見て行く方向をしっかり向けることによって変わってきますので、まあ、横に行きたい方とかはですね、まず目線、ひっくり返した時に目線を見て、そしてまず板のちゃんとまっすぐなってるかっていうのを見てから、また目線でやっていって波が乗れてくるようになれば角度を変えるっていうことで、この角度を変えた時にもう横は見えている状態で自分がどのようにライディングできるかっていうのをイメージさけしとけば、横に行った時に横に行くっていうことだけではなく、次の世界が見えます。何をしようかなとか、何ができるかなとか、まあ本当にこのサーフィンの醍醐味っすよね。波のフェースを走っていくっていうのは他のスポーツにはなかなかないと思うんで、自然現象に起きるこの波のフェースを走るっていうのはすごい気持ちいいので、まあ、そのためにはテイクオフはすごい必要だし、それを実践してもらえるといいかなと思いますので、この僕を今回目線、体の向き、そしてですね、このどこから乗ってるか、その手前で乗らずに、沖からギリギリなのか、待ってるのか、かをこうゆっくり見てもらって、スロー動画も置いておきますので、しっかり見てもらってですね、テイクオフだけの特集なので、まあ乗る前から動画を撮ってますので、それをちょっと真似してもらうと、結構イメージトレーニングにもなるし、その波のないところでも練習になるので、ぜひ使ってみてください。スロー動画、どうぞ。